警視庁は事件現場で空からの捜査を行うドローンを今年から導入しました。死体遺棄事件を想定した鑑識活動の訓練が初公開されました。ドローンが上空から遺留品を発見したということで警察犬とともに捜索をしていましたが、どうやら遺体を発見したようです。訓練は死体遺棄事件で遺体が埋められた場所を特定するという想定で行われました。鑑識課員がドローンを操縦して上空から遺留品のスコップを発見しました。そしてドローンから送られてくるライブ映像をもとに現場の警察官と連絡を取り、警察犬が遺体を見つけました。ドローンには通常のカメラに加え大型の赤外線カメラが搭載されていて、建物の中にいる人を見つけ出すことができるということです。